ナンバーワンチャンネルをご覧の皆さん、柳です。さあ今日はですね、ちょっとまさこさんが行きたいところがあるってことで、どこ行きたいんですか？島村のアメイル、ヨシキティのルームウェアが出たとルームウェアが出たということで、はい、ちょっとそこに行きたいということで、今から行って買ってきます。イエイ、ゲットだぜ。その前に何売ってるかどうかちょっと電話してみないといけない。普通に島村行っても置いてないの。アベイルやねんな。島村が展開しているアベイルってことか。そうそうそう、島村の中でもちょっとちゃうやつちょっとおしゃれなところ、オシャンティーな、オシャンティーな大阪ドームシティ店。ここはうちから一番近いから、ここにちょっと行きましょう。はい、前回もね、ヨシキティのパジャマ買いに行った時に行ったところやけど、夏のね、そうそう、夏の、これ電話してみます。はい、あれなんていうの、ヨシキティの何、ルームウェア、ルームウェア、ありがとうございます。アベールホレー大阪ドームシティ店でございます。あ、もしもし、はい、あのヨシキティのなんかルームウェアが入荷されてるって聞いたんですけど、ありますか？もう一度お願いします。ヨシキティのなんかルームウェアがなんかあるって聞いたんですけど。ヨシキティですか？ヨシキティ。ヨシキティ。はい、ヨシキティ、ヨシキ、キティちゃんのなんかヨシキバージョンです。少々お待ちくださいませ。はい。戸惑っている。ヨシキティを知らなかったかも。いや、滑舌が悪いからかな。それもあるな。ヨシキティ。何言ってんのこいつって思ってた。まあ多分あると思う。調べてくれてる。まだ売り切れてないやろ。売り切れはないと思うけど、入荷してるからね、このお店に。あー。はい、お待たせしました。はいはい。今回のチラシの分ですかね。はい。そうですね、今のところ在庫ございます。あ、本当ですか。わかりました。そうですね。はい、失礼いたします。はい、すいません、ありがとうございます。よし、あれ行こう！レッツゴー！レッツゴー！島村松。アメイル。ハロウィンだね、ハロウィン。ハロウィンだよ。どこ行くね？どこ行くね？目的変わってんぞ。何してるの？どう？何してる？ピアス買いに来たんじゃないでしょ？買ってこれ。ブラジャー安い、980円。今こんなとこのブラジャーめっちゃ濃いやろ。まさこには足りへん？ D、E がいい。こんなん探してるんじゃないでしょ？じゃあブラジャーばっか見て、あんたここにあんのに気づいてない？これブラジャーばっか見てここにあるの気づいてない。あ、ほんまや。見つけた。めっちゃモコモコふわふわで、なんか肌触りもいい。380円、めっちゃ安ない？2点セット380円。のめっちゃこれ触り心地いいで、これいいですね。これじゃあ買いましょう。これ買いましょう。ちょ、ブラジャーばっか見てないで。買いました。ゲット。ゲット。帰ってから開けましょう。はい、じゃあアベールで買ってきたヨシキティのパジャマ早速出しましょう。出してみましょう。おお。めっちゃふわふわやで、いっぱい出したね。おお。オッケー。あ、フード付きか。そっか、フード付いてんのか。フード付き。フード付きね。お、かわいいかわいい。かわいい。これだったら冬も過ごせるね。そうだね。あったかそう。では、早速、これに、変身。では、着替えが終わりました。でーでん、でー。柳かーい！柳でーす。柳でーす。これめっちゃあったかいね。もう熱いぐらいや。ふわふわ。すごいよ、これ。これ絶対、保温性めっちゃいいよ。もう、熱いもん。ほんまに。柳が、かわいい。来たらピチピチ。でもかわいいよ。かわいいね。うん、かわいい。
ちょっとまさこも着てみる。うん。柳身長何センチだったっけ。178の男性が。でもちゃんと着れます。うん、着れんことはない。着れんことはないです。うん、めっちゃあったかいわ、これ。ほんまに。ほんま熱いもん。交代、交代。交代？変身？変身。変身。はい、じゃあ、まさこさんが着替えましたよ。はい。どう？うん、気持ちいい。気持ちいい。こんなんて言ったらいいの、ほんま気持ちいいよ。触り心地いい。ほんと触り心地いい。着心地いい。うん、軽いし。軽いな。やっぱさすが島村さんやね、ほんま。いい素材を使ってるよね。くるーっと一周して。160センチですから私。フードもかぶってみて。あ、いいね、かわいいかも。ちょっとかわいらしいわ。いいやん、このままコンビニ行こう。行ける行ける。着心地いいよ、本当に。着心地いい、うん、これは買いですね。これお値段いくらやったっけ。3080円税込みやからな。めっちゃ安いよな。サイズ一応 L やわ、これ。 L でよかった。 L でよかった。うん、3150。すごいな。負傷した。そんなことある。もう一回もう一回。3150。すごい。よかったね。そんな感じでいい買い物をしました。この冬はこれで乗り切るぜ。冷え性なんでね、もうこのあったか冬じゃないと冬を越せません。なので今年の冬からよしきティーちゃんで寒い冬を乗り切ろうと思います。本日の動画は以上です。コメント欄にコメントお願いします。チャンネル登録もお願いします。お願いします。じゃあね、アディオス。アディオス。アディオス。おまけコーナー、イエーイ。ピアスも買っちゃったぜ。あ、そうだね。ついついヨシキティのパジャマだけを買いに行くつもりがピアスも買っちゃったぜ。お値段安いっす。お値段580円ですから。安っ安っ安っ。じゃあでもな、ピアスすぐなくすんやん私。寄ったら片耳なくすっていう。次の日になったらなんかないこと気づくんやん。帰ってきてなくなるんかな。帰ってきてピアス外そうと思ったら片耳ないねん。どこで落としたか分からへんけど。なので高いピアスをつけてて落としたらショックなので。じゃあ破産やな。そうと言ってお酒を飲まない選択肢。寂しいんでね。 DOD やからな。飲むか死ぬか。お酒弱いよ。お酒弱いから。その飲む場が好きやけどお酒弱いから。ほんでピアスをなくすから。だからなくしてもいいピアスをつけとかないと。どうですか。どうですか。かわいい。ちょ、目赤いけど気にせんとってな。ちょっと飲んできたから目赤いね。DOD 楽しいお酒を飲んできた。どうですか。可愛いですか。可愛いですか。そうですか。はい。自分じゃ見えてないんでよくわからないですけど。いいと思います。よろしいですか。はい、こんな感じです。私のおまけコーナー。みんなお酒はでもほどほどに楽しく飲みましょう。おまけコーナーでした。バイバイ。アディオス。